はいどうも、はい、楽しみ週ご飯の時間ですよ。今日はですね、こちらでございます。天ぷら豆腐ピーマン炒め、天ぷら豆腐ピーマン炒めでございます。いただきます。その前にこちら、年中花が買える生島です。いただきです。はい、乾杯乾杯乾杯。いただきます。ピーマンから。うん。しな。絶妙な火加減。絶妙の苦味。ありがとうございます。うん。ご飯冷凍。天ぷら冷凍。チンしました。はあ、で、もちろん豆腐は冷凍じゃない。豆腐は冷凍じゃないです。木綿です。冷凍じゃないです。木綿です。冷凍じゃない豆腐を使いました。木綿豆腐です。うん。これ、醤油は、ああ、天ぷら美味しい。これ。イカが入ってるやつなの、イカが。ああ、おいしい。おいしい。天ぷらイカが入ってるやつ。で、この醤油、ん？醤油はカネオ醤油。もうなくなりました。ちょっと熱いな、下。うん。で、塩コショウまで味付けをして、で、なんつうんだろう、どっち方面で味付け攻めるか決めてなかったもんね。ホワジャオちょっとだけパッパッパってかけたんですけど、いやちょっと待てと、いやちょっと待てと、醤油でね、いきましょうと、ラー油やらジャンやらとかいうことでもなく、醤油でいきましょうということで、ちょっと入れたところでやめて、なるほど、こっちの方にたどり着きました、うん、今日はこれが食べたかった。今日は豆腐がどうしても食べたかった。これさっき言おうとしたんだけど、特に最初はですよ、例えば生ジョッキで飲むときとか、これ開けて最初グビグビっていくとき、これみんなはどうか知んないですけど、僕結構気づいたんですけど、ほぼ毎回ですよ、結構というか数数えてんの、数飲みながら 1,2,3,4 ってこれ気づいたんですよ。でこれね、ごく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 の回数ではないの、決してそういうことではないですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8 って数えてるの。で、8以上はいかない。8以上はいかないです。7か8です。7か8。まあ、好きな数字で、縁起のいい数字でっていうふうに意識してたんでしょうね。僕も、いつの間にか。好きな数字。358なんですよ。358なんですけど、さすがに3じゃ止めないね。1本目とか1杯目ですから3じゃ止めない。そしたら5かっつったら5じゃね、ちょっと足りない。こう喉をこうで、喉をぐんぐんこうやってやってほしいから、やっぱそういう時は喉をぐんぐんやってほしいからさ、やっぱ5じゃ足りない。そうすると78あたりを落ち着くわけですよ。7つの木島の木っちゃ777で木だっていうね、こともありますから。これを考えると
自然と。まだ暑いなした。ということでそこに落ち着いたんでしょ。僕はいつも大概飲み込む完成飲むよ飲み込む回数と関係なく1,2,3,4,5,6,7か8までいってます。7か8はどうやら決まってないようです。僕自身のことなんですけど、どうやら決まってはいないようです。他にいます？数えながら飲んでるっちゅう人。私飲む時は数えながら飲んでるわよっていう方いらっしゃいますか？あんまいないでしょ。いないと思うよ。で、僕あと今日今ね食べながら気づいた。今日マヨネーズ全然忘れた。半分から3分の1ぐらい残ったところで先生登場と行こうかなと、こう食べながらね、ついさっきです、ついさっき思ったんだけどいらっしゃらない。かといって今冷蔵庫まで行くかと言うと、僕は今日は行かない。今日は行きません。今日は行きませんよ。皆さんに行けと言われても行きませんよ。これなんで回転させたか、冷たい方もおすすめです。な、本当にな、いつも言うけど天ぷらっちゅうのはいいですよ。うわ体が痛いな。体が垂れてきてます。できないな。失礼します。作ろうか。ごめんなさい。やっぱ、やっぱ作ろうか。いや作るのもな。そういうわけにもいかないですよね。前はあの看板出したもしてましたけど、天ぷらの話をしたもんね。今回のモメントがこれしっかりしてるな。結構振り回したけどやっぱしっかりしてるな。でね、この今回のフライパンダイヤモンド加工かなんか、焦げつかない焦げつかないっちゅうからさ買ってみたんだけど、これ僕のやり方がダメなのか。これやり方がダメなのか。こびりつくんだな、これ焦げつくんだ。ちょっと相談しようかなと思って。フライパンとですよ、フライパンと。あんたはどういう条件というか、どういう心というか、どういう気持ちですかって。何がいけないのか、ちょっと相談してみないと。ちゃんと温めてから、フライパン熱してから油入れてるから、油は喜んでますよ。小学校の家庭科で習った。それは油は喜んでる。名前今言おうとして、先生の名前でね、フルネーム言ったらまずいかなと思って、
躊躇しました。N村悦子先生の時代ですよ。ちょうど習ったのは確か。なんでフライパン熱してから油入れるんですかっつって家庭科の授業、小学生、確かそう、素敵な先生でした。素敵。多分ね、今の僕なんかよりも全然若いですよ。そう考えるとね、先生方すごい大変だね。大変だし、偉いよ。偉いって言ったらおかしいか。上からみたいになっちゃうか。今のことは出っ歯みたいになってますけど、この出っ歯とかいう意味じゃないですよ。やっぱ思うね、スポーツ少年団とか部活とかのね、指導っていうか見たりするのもあるから、あなたもう休みなしですよ先生なんか。大変だと思うな。親から言われ、生徒から言われ、校長先生、教頭先生から言われ、まあ、どこも同じか。どんな仕事も、何にしても休みがね大変だと思う。今はどうなってるか僕知らないんで何とも言えないですけど、当時の僕らを育ててくださったその先生方の時代の、僕らの時代の先生方は大変だったろう。どう考えても、ありがとうございました。まあ中には変わった人もいて、いきなり何したか分からんけどぶん殴ったりとか、みんな当たり前だったわね。当たり前っておかしいか。廊下でこうすれ違うだけでぶん殴られたりとかね、いきなり窃盗とび正座させられたりとか、もうそんなのよくありましたよ。そんなのよくあった。今じゃ大問題でしょ。大問題ですよ。したりとか、もうこんなんしたらもう大問題ですよ。今頃どうされているのか、あの、すいません。いやー、やっぱ酔っ払わないな。酔っ払わないな。あの個性豊かな先生方はどうされているのか。会いたいな、会ってみたいなっていう先生方、まあどっちでもいいかっていう先生方、いろんな先生方もろもろ含めてありがとうございました。それもこれも全部ね合わせて今です。ありがとうございます。豆腐、いや酔っ払ったな。一杯で、一本で、豆腐、ピーマン、イカ入り天ぷら、塩コショウ、カネヨ醤油、どうしようか考えてるうちに入れた、でも結果このおかげで美味しくなったであるホアジャオ、いただき、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ガンボッチャドー。